こんにちは、デリスキッチンです。今回はイタリアンまぜそばを作っていきます。まず沸騰したお湯で木そば 2,3 人分を2分茹でたら、そばを水で締めます。次にオリーブオイル大さじ2に、ニンニク1かけ、ベーコン 100g を入れて混ぜていきましょう。ある程度混ざったら、トマト缶を1缶と味噌大さじ3、醤油大さじ1に顆粒だし小さじ1を混ぜて一煮立ちさせます。そしたらお蕎麦にかけて、ブラックオリーブとスプラウトと一緒にお召し上がりください。ありがとうございました。